生産局長の枝本です。それでは生産者の所得向上につながる生産資材価格形成の仕組みの見直し括弧1生産資材価格の引き下げについてご説明をいたします。農業競争力強化プログラムをお持ちの方は1ページから、農業競争力強化プログラム説明補足資料集をお持ちの方は1ページからをご覧ください。生産資材価格の引き下げを図ろうとする目的は、農業者の生産コストのうちで一定の比重を占めている生産資材コストの構造を分析し、改善すべき点があれば関係者が力を合わせてできる限りの改善をすることで農業者の所得の向上に少しでも寄与することであります。各資材の現状や課題については補足資料集の1ページ生産資材価格の引き下げに向けて概要に整理をしております。今般決定されました農業競争力強化プログラムには、こうした各資材の業界構造や法規制の課題を解決するための施策を整理しております。それでは説明に移ります。プログラムと補足資料集を合わせてご覧いただければと思います。プログラムの1ページ括弧1の生産資材価格の引き下げについてですが、まず最初に農業生産資材価格の見える化に関する施策であります。プログラムでは ① と ④ が該当します。また各資材の生産輸出の状況や事例といたしまして、国が調査した韓国との価格比については補足資料集のうち左から2つ目と3つ目の列に整理をしてございます。生産資材の価格が農業者にとって分かりにくい、見えにくいという反省に立ち、1にある通り、国が国内外の生産資材の生産、流通、価格等の状況を定期的に把握、公表することとしております。この調査を行うにあたっては、生産資材業界の関係者の皆様にご協力をお願いすることになります。よろしくお願いいたします。また ④ にある通り、民間のノウハウを活用して農業者が生産資材の価格等を比較して購入先を選択できる環境を整備することといたしまして、28年度補正予算事業を活用してそのためのウェブ上のシステムを構築することとしております。この見える化ウェブサイトは平成29年の早いうちにご活用いただけるよう準備を進めているところです。農業者の皆様にはぜひ実際に使っていただきましてご意見をいただきますとともに、販売業者の皆様には農業者の選択肢をできるだけ増やせるよう情報掲載のご協力をお願いいたします。次に農業生産資材に関する法制度の点検見直しに関する事項です。これは行政でないとできないことであります。プログラムでは ② 08 09 10が該当いたします。また各資材の課題については補足資料集のうち右から2つ目の列に整理をしております。2にあります通り、国が生産資材に関する各種法制度や法律に基づかない業界団体による自主的な規制を含めた制度の運用などにつきまして、国際標準への準拠や安全性の担保を図りつつ定期的に点検見直しを図ることとしております。こうした観点からまずは ⑧ にあります農業機械化促進法や ⑧ にある主要農作物種法について廃止するための法整備を進めるとともに、 ⑧ にありますようにジェネリック農薬の登録の在り方も含め農薬取締法の運用を国際標準に合わせる方向で抜本的に見直すこととしております。これら法整備につきましては来年の通常国会に関連法案を提出できるよう準備を進めてまいります。また業界団体による自主的な規制についても今後総点検した上で必要に応じて見直しをお願いしてまいりたいと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。次に肥料や飼料などの銘柄の絞り込みに関する事項です。プログラムでは ⑤ が該当いたします。またそれぞれの銘柄数の状況については補足資料のうち真ん中の業界構造等の列に整理をしてあります。多品種少量生産が低生産性の原因となっている肥料や飼料について国が産地の声をよく聞きながら各都道府県地域の施肥基準等の
抜本的な見直しを推進し、銘柄数の削減を進めてまいります。このため今後地域段階における議論を深めてまいりたいと考えております。またパイプハウスや農業用段ボールの規格についても、その集約化に向けた合意形成や集約された規格の利用促進などについて関係者とともに進めてまいります。こうした銘柄の絞り込み、規格の集約の中にはすぐ実行できるものと少し時間がかかるものと双方あると思います。今後現場の方々と丁寧に議論を重ねてまいりたいと考えておりますので、各都道府県の皆様や生産部会の皆様方のご協力をお願いいたします。次に生産資材の業界再編等に関する事項です。これも農業者の方々の努力ではいかんともしがたい生産資材の生産構造の改革を進め、1円でも安く農業者の方々に生産資材を供給するために行うとともに、生産資材関連業界の競争力の強化を図るものであります。プログラムでは ⑦ ⑦⑦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 
補足資料集のうち真ん中の列に整理をしてあります。丸6にありますように、肥料や飼料については多くの銘柄数を背景として、生産性の低い工場が乱立している状況を踏まえ、国が国際競争に対応できる生産性の確保を目指した取り組みを支援することにより、業界再編や設備投資等を推進することとしております。次に、メーカーが寡占状態となっている農業機械については丸7にありますように、国がベンチャーを含めた企業の新規参入を推進することとし、また丸8にあるように、民間企業、研究機関、農業者等の連携により開発目標を明確にした上で、国際競争性を有した農業機械の開発を促進してまいります。さらに、丸10にありますように戦略物資である種子、種苗については国が国家戦略、知財戦略として民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を構築することとしております。こうした一連の取り組みを進めますため、丸11や丸12にありますように国の責務や業界再編に向けた推進手法等を明記した法整備やそれに基づく支援を行うこととしております。その具体的な内容につきましては現在政府部内で調整しているところであります。年内にはさまざまな支援策の具体的な内容をお示しできるというふうに考えております。またこの法整備も来年の通常国会に関連法案を提出できるよう準備を進めてまいります。これまでも生産資材メーカーの皆様とは資材価格の引き下げに向けて意見交換をさせていただいてきたところでございますが、支援策もご活用いただきながら引き続きご協力をお願いいたします。以上、生産資材、農業生産資材に関する価格の見える化や法規制の見直し、業界再編を進めることによりまして、丸3にあるようにメーカーが適正な価格競争状態の下で高い生産性で生産をし、国際水準を踏まえた適正な価格での販売が行われる環境を整備していきます。農業者の努力ではいかんともしがたい分野でございます。農業生産資材価格の引き下げには国が総力を挙げて取り組むことは当然ですが、その着実な実行を図るためには地方行政や関連する業界の方々が一体となって力を合わせていくことが必要であり、何よりも重要と考えております。関係者の皆様にはぜひ本プログラムの趣旨をご理解いただきまして、生産資材価格の引き下げに関してこれまで取り組まれてきたことを客観的に見つめ直していただき、さらなる取り組みの進化に向けて各段階において何ができるかをご検討いただきますようよろしくお願い申し上げます。以上で括弧1、生産資材価格の引き下げについての説明を終わります。経営局長の大沢です。よろしくお願いいたします。引き続き、括弧2、全農の生産資材の買い方について、説明いたします。補足資料集は2ページ、それからプログラムでも2ページでございます。まず補足資料集の2ページをご覧ください。全農の購買事業のシェアが、右の図に書いてございます。全農のシェアは肥料は約5割、農薬は約4割、
飼料約3割ということで、この生産資材の購入に関して相当のシェアを占めております。従いまして、括弧1にありますような生産資材の価格をの引き下げを目的としたさまざまな国の措置、あるいは業界再編、こういうことを円滑に進めていくためにも、農業者と生産資材メーカーとの仲立ちとなっております、全農の買い方をどうするかと、これが非常に重要な課題でございます。で、今回のこの、プログラムに書かれております全農の、行うべき事柄につきましては、あくまで平成26年、6月に取りまとめられました全農協改革の枠組みの中で、すなわち自己改革の枠組みの中で議論されるということでありまして、このプログラムに書かれた内容も全農あるいは系統組織と合意の上で進めていかれるということが合意されたものでございます。それでは中身についてご説明をいたします。プログラムの方の2ページをご覧ください。括弧2、括弧1に関連する全農の生産資材の買い方ということでございます。基本的な考え方が丸1の文章の3行目の後半に書いてございます。全農は真に農業者の立場に立って共同購入のメリットを最大化する組織に転換すべく以下の改革を実行するということでございます。全農が従来から行ってまいりました生産資材の共同購入、これについて農業者のメリットを最大化するということでの運用を行っていくという考え方でございます。その具体的にやるべきことというのが3つの丸で2ページの下の方に書かれてございます。まず第1には、優位な人材も外部人材も登用しながら生産資材メーカーと的確に交渉できる少数精鋭の組織を作っていくということでございます。それから全農は農業者、農協の代理人として共同購入の機能を十分に発揮するということでございます。代理人としてしっかり交渉しなさいということですが、その成果の見える化という意味もございまして、価格と諸経費を農業者農協に対して区別して請求するということになります。逆の言い換えれば、全農はですね、この諸経費の部分が自分からの自らの付加価値ということで、その説明をしっかり説明する責任が出てきているということでございます。3つ目の丸でございますけれども、これはまず取り扱う生産資材の点数を適切に絞り込むということでありまして、生産資材を取り扱いの銘柄を絞れば、それは1銘柄あたりのですね、生産量が上がってくるということになりますので、生産資材コストも下がってくるという考え方になりますので、こういうような全農の生産資材の買い方の変革が必要になってくるということが求められているわけでございます。そのため、いろいろなですね、国内外の情報収集、それから競争入札方式の導入、ということも記載されているところでございます。3ページに移らせていただきます。これはどういうふうに具体的にですね、計画を作っていくかということが書いてございます。これは農協改革集中推進期間内に十分な成果が出るよう年次計画を立てるということが決められてございます。農協改革は26年の6月から始まっておりますので、その5年後が5年間が集中改革推進期間ということになります。と言いますので、31年の5月というのが一つの目安になると、そのまでに十分な成果が出るような年次計画を作りなさいということが書いてございます。それから丸には、全農の生産資材関連事業の在り方ということでございますけれども、全農は、農業者のためにですね、生産資材とのメーカーと交渉するだけではなくて、生産資材メーカーに外国から肥料なり飼料の原料を輸入する事業も行ってございます。それについてもですね、その運用が生産資材メーカーの事業再編にも非常に関わってくるわけでございます。この生産資材メーカーの生産性を十分考慮して原料の販売を行うんだということは、その生産性の高いメーカーに原料の販売を行うようにするべきだということでございます。それから出資をする場合もあるでしょう。その時にもその目的を明確化するともに、その効果をしっかりと見ていきなさいということが次の丸に書いてございます。
それから出資先を特別扱いしないで購入先の一つとして公正に扱うというのは先ほどの競争入札等とも関係することでございます。このような全農の取り組みと括弧1にありますような国の措置、それから生産資材メーカーの改革、こういうのが相まって農業者により安い生産資材が供給されるということが我々の狙いでございます。以上でございます。